メイク配信します。おはよう。もう保湿はしたので、あとこれもしました。プライマー、私の今の愛用品、プライマーをましたね。つけたの。ホールアンド上。で、次は。コンシーラーをします。今使ってるのはなんかなんだろう、9点で買ったコンシーラー。お、なんかここら辺。鼻なんか最近ほっぺがめっちゃ赤くなるんよ。最近ここら辺と、あ、こここんな感じで、でメイクスポンジ、これアンドビーだったかな、アンドビーのメイクスポンジ使って、めっちゃこれ私が一番好きなのメイクスポンジの中で、でこのなんかウルミーナ、水色のなんかスプレー、気持ち吹きかけて、じゃあちょっとなんか潤われる、これをスポンジで伸ばしていきます。優しく、なんかここも なんか冬はめっちゃほっぺが赤くなるんだけど、
じませる。大丈夫か。よく見えないな。皆さんありがとうございます。ミッションとおしなげとギフトと中連と ありがとう。あれ消えたぞ。もういいかな。もういいかな。この工程が多分一番大事なんですけど、高尾ゴンヤンありがとう。指で伸ばしてみる。指はね、結構伸びる。余ったのでちょっといろいろしてみる。もうここら辺はもうあまり考えずに。こんな感じでいい気がします。ありがとね、チューレン。なんか鼻赤いな。でしたら、キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー、これはすごいよ。パフ、よく見る。なんかさ、化粧品って感じがしない。これを私は鼻にちょん。
ここら辺につけるわ。で、余ったのでここら辺もして、テカるからここら辺もしとかな。あれ今日めっちゃいいかもしれん、もしかしたら。そう、そしたらメイク崩れがあんましないかな。今日めっちゃいいかもしれん。よし、うん、ベタベタしてない。ベタベタしとったらね、なんかマスクについたりとか、なんかついちゃうんですよね。やばい、頭が働いてない、頭が働いてないんだけど、マスクについて、そう、うん、ベタベタになっちゃうからね、なんかね、すぐ取れやすいんですよ。メイクよれって言うんですけど、ここで私のベースメイクは終わりです。なので次メイクに行きますね。メイクアップ、何からしようかな。アイシャドウかな。アイシャドウはこれはももちゃんにもらったルナソルのスターダストスカイ。いる。全部使う色。この左上のやつをこのミニ。超ミニブラシで取って、なんかまぶたにのせます。これは一番元となる色。これをちょっと広めにつける。今日はそういう気分。広めにつけてら。目開けた時もなんかついてるし、ちょっと下向いた時とか目を閉じた時もあれラメがついてるみたいな。お腹すいたわ。なんかどうしてお腹がすくんだろう、どうしてだろう。次は左下、なんかモキモキが、左下の薄いピンク、これ私は好きですね。これを次はこっちにつける、この二重のうわ、かわいい。二重のとこ。なんかすいたこの時点でもう、どうですか。
もうだいぶ閉まってきた感じがする。これで下もここ多め。そしたらもうさ全然違うね。なんでこの下につけるだけでこんなにも違うんだろうね。それは分かってないよ。解明できてない。メイク時間いつもだったら15分で終わる超マハでメイクしたら15分で終わる。準備できる。そうだね、一時期この目の下をめっちゃ濃くするのにハマってる時があった。目の存在感アップ。もう今日は絶対に完成させなきゃいけないのよ、8時半までには。絶対に完成させ、よし。で、まずは1時間しか完成するっしょって思うやん。それがせんのよ、なんか知らんけど。次がエクセルのアイシャドウ。左下のちょっと茶色のやつはこの下の目の際に、これだけで全然違うぜ。そんなにかかるんだよ。うわ、もう全然違うね。もう目がめっちゃはっきりしてきた。こんなんでもう寝起きとは言わせない寝起きとは言わせないみたいな感じ。ギフトありがとうございます。ここらで一丁。アイシャドウ編はここ一旦終わり。一旦終わって、はあ、なんかハイライトしてみようかな。ヒンスの
イライトで最近買ったよね。これをここら辺にしてみよう。あとここら辺とここら辺。お腹が空いてるのか胃が荒れてるのか分からん。そうだね、メイクこす、そうだね、メイクしたらメイクこすったらもうダメや、服につくって。じゃあチークにしよう。次セザンヌ、1番この何とも言えないピンクのような色。私はチーク大好きですね。やっぱりここら辺に寄るとかわいい。ここかな、ベスト、私のベスト1、ここら辺に寄るとかわいいね。ベスト1多めにつけても後からなんか消えてく。ここら辺にチークって可愛いって気づいてる。ちょっと余ったので、ここら辺そしたら統一感出る。ここら辺に塗っとる余りでね。そしたらこっちもつけていきましょう。ここら辺なんだよ、ちょっと目の近く、ちょっと目の近くらへんがかわいい、私はそう思う。ここらへん、で、ちょっと横の裏の、ここらへん、あまりで。ここかわいいなぁ、ときめき、ときめき。よし、あとね、ここや、鼻の先と、たらなんかまとまって見える。あんまりつきすぎたら鼻赤い人になるけどね、そこだけ注意。あ、すいません。でビューラー、これはリリミューかな。リリミューのビューラーやばい、うん、これはやばい、めっちゃ上がる。
曲がっとった曲がっとったけど気持ち気持ち上げましょう。あげたらここで私の大好きなキャンメイクのなんかまつげ下地か、まつげ下地、まつげ下地のもう黒いのがついてるやつ、白じゃなく透明じゃなくて黒いのがついてる、もうこれがもうまつげにつきすぎてやばい。なんでこんなにつくんってくらいまつげにつく。これをちょっと下を向いてやったらつきやすいよ。ゆゆゆゆってされずに、あとなんかダマになるみたいな言うんですよ。わこの黒いこの繊維の玉みたいなのがまつげにくっつくみたいなあるんだけど、それもこれはないてかね、本当にマスカラ私つきにくいのまつげに、でもこれはもうすべてについてくる。いいね、いいねボタン、いいねボタンです。違う、お、いいね、いいねボタンを押してるよ。いいねボタンを押しています。この横のやつね、つきにくキャー、ついた。よく失敗する。チェックもつけたい。おお、ついた。もう目からアップ。こんなにみたいな。目からアップ。なんか気分で。下もつけるわ。イエーイ、一旦下地は完成。
ギフトありがとうございます。おはよう。もうだいぶ完成に近づいているよ。でこれもずっと使っとるな。もう分からん、何これもう分からんけど、やっぱりね、ちょっと白白のラメをここにやるとやっぱりいいよね。ピンクかなと思ってたけど、やっぱ白かな、あるといいよね。ヒロインメイク、涙袋の線できるところ。指でぼかす。こういう方がまあいいね。涙袋大事。消したら。最近の私のハマり、チャコとなんかラメ。めっちゃラメが入った大粒を目の上にちょっと。かわいい、キラキラになりますね。よし、これがあると気分が上がる。したら、うん、なんか忘れてる気がするな。いや、よし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 、なぜないの。
下に落ちたことある？どこに行ったのだ？なんという事件だね。よいしょ。アイラインがないわ。なんという事件だね。なのね。アイシャドウで描こう。どこ行った？なんでないの？どっか行っちゃったよ。お腹すいた。まあこれもありあり、これもありあり。できたぞ。よし。このいいね。はあ。完了やん。
何が多い？もうまつげはもういいじゃないかと思わせてまた魔女りか魔女るかこれをつけてみよう。気持ちね、気持ちつけてみよう。固まってる、固まってました。やばい、何時だ今、やばい、8時。じゃあここでリップ、ディオール、マキシマイザー、いい気がします。髪の毛、よしよしよし、でパウダーを、これをするだけで前髪の完成がすごい。あ、なんかめっちゃ粉が出てる。ありがとね。よいしょよいしょ。ありがとね。いろいろ。
してる間にもうアイロンも温まっている。なんかこのなんだこりゃ、キャー粉が、大量発生よ。よし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 、うん、じゃあちょっと口で溶かしましょう。くしゃみが止まらないのよ。お化けじゃありません。お化けじゃありませんか。スクショしないで。載せないでよ。あと、やば。ね、なんかしようとしたの、なんだっけ。こんな感じで、こんな感じでなんかいつもなんだっけ。やべ、粉がなんか鼻に入った気がするんだけど。私がね、あるの、ね、この上の部分結んで、でこの下の部分だけ今からアイロンしていく。くしで溶かした方がいい。ではやっていきますね。伸ばしていくよ。やばい、あ、溶かせた。やばい。もうね、お、見やすいね。ちょっと鏡がちっちゃすぎて見えないんで。ショールームの画面の方が見やすい。これはやばいね、やけどした。
収納しにくい。何をするにしてもね、とりあえずストレートにしないと。よ。おお。やっつ、大丈夫か。あと30分ぐらいかな。いい感じじゃないか。次は下を結ぶ。映画は上側もまっすぐにしていくぞ。10円ありがとう。お腹すいたよ。ポテチ食べたよね、全部。あ、でもチョコがある。まだチョコ食べてない。よいしょ。やっほー。
ずい。でしたらどうしよう、前髪しようか、上の部分を取る。一旦こっちにやって